東京都奥多摩町にある黒沢のヒノキです。東京都内のヒノキでは最大なんだそうですね。樹齢が1000年と言われて、幹周りが 6.3メーター、樹高が約34メーターだそうです。高さ5メーターのところで9本のまた幹が出ているんですね。ですけれども樹勢はとても旺盛でした。私ここに行くのちょっと苦労しました。と言いますのも、私のカーナビがですね、この場所をうまく示してくれずに、手前の砂利道の方にこう誘導してですね、だいぶ時間を費やしてしまいましたけれども、とうとう探し出して上がることができました。それと人がいなかったもんですから、誰にも聞くわけにいかなかったんですね。